今から私、ショーをやりに行くんですけども、その前のショー向けのメイクをしていきたいと思います。エスティローダー、わかりますこれ、ニキビね。ああ、さあ続いてのシャドウは、まあ、これシュウ上村、ほんと汚いんだけどさ、セクシー。これだけだったらちょっとさ、ゾンビみたいに見えちゃう。ああ、うん、ああ、首で。やっぱりショーに出るときは、遠くからの人でももっと顔のね、表情の動きとかが分かるように、毎回キラキラしたものをつけると、後ろの方のお客様に喜んでくれると思うので。キャットアイズって言うんですか、バコンと。この時の顔って一番見られたくないわ、このアイライン引いてる時の顔で。私は基本変な顔をね、なんかこうやってしてとかなんかとか変な顔するから、この眉毛がねちゃんと動きが分かるような。でこれだとちょっとね、地眉毛がさ黒いからさ浮くでしょ。すごいちょっと色薄い金髪にマックのチークなんだけど、5年ぐらい使ってるのかな、全然減らないの。逆に怖くない？というね、パキッとしたまつげを使うようにしてます。これはねもうほんと最強ですよ。全然どんだけ風吹いてももう本当に普通のノリだったのが「メー！」ってこのついてるまつげが「メー！」ってどっか行っちゃうんだけど、でもこれはもう絶対大丈夫。って感じで、どんだけ風吹いても「うーん！」って我慢してくれてるから、これすごいおすすめ。こんな感じかな、セクシーな感じですね。あああああ、ととととととと、おーい、すっごい吐きそう、気持ち悪い。こんな感じでねメイクやりました。それでは皆さん、バイ。ガチメイク版やろう、ちゃんと。すげえなこれ、ゾンビだゾンビ。